皆さんこんにちは、ソロギタリストの城直樹です。今日はですね、365日のソロギターになります。今日はですね、クリスマスソングの定番ホワイトクリスマスをお届けいたします。はい、皆さんね、クリスマスソング何曲ぐらい弾けるでしょうか。12月にですね、入ってからですね、クリスマスソングをですね、弾こうと思ってもなかなかですね、間に合わないんですよね。だからクリスマスソングを弾こうと思うんだったら、そのシーズンにですね、8月ぐらいから用意した方がいいんじゃないかなと個人的には思います。このね、今日お届けするホワイトクリスマスに関してなんですけれども、この曲はですね、割と冒頭部分だけだったら割と簡単に弾けます。あとですね、そんなにテンポはですね、わざと揺らしてあげた方がなんかその雰囲気としてはいいんじゃないかなと思います。ですので、結構ちょっとわざと揺らしてですね、今日は弾いています。わざと揺らしてゆったりと弾くといい雰囲気で弾けるんじゃないかなと思います。ぜひですね、聴いてみてください。ホワイトクリスマス、メリークリスマス。はい、ホワイトクリスマス聴いていただいていますけれども、いかがでしょうか。こちらのね、演奏フルバージョンはまた別でアップしてますので、ぜひそちらをご覧いただきたいと思います。で、あと楽譜が欲しい方はですね、ソロギターインフォっていうアカウントの方で、このホワイトクリスマスのですね、デモ演奏とともに楽譜もですね、購入できるようになってますんで、ぜひそちらの方を見ていただければなと思います。ぜひクリスマスソングですね、クリスマスシーズンに弾けたらいいと思いますので、ぜひ皆さんクリスマスソングギターで楽しんでください。今日はホワイトクリスマスでした。ありがとうございました。城直樹でした。